どうも、開放寺です。今日はですね、先日、ヘルメットにつけたこの FDR-X3000 を実際にバイクに乗って、テスト撮影してみたいと思います。あとですね、このカメラをハンドルにもマウントしてどのような映像が撮れるのかテスト撮影したいと思います。あ、そうそう、あとね、前回の動画でやったんですけど、このヘルメットの中に、ECM-CS3 というソニーの小型マイクを内蔵しました。で、この X3000 に小型カメラをつないでバイクで走りながら自分の声を録音してみようかと、そんなテストもやってみたいと思います。じゃあ早速行ってきます。これがハンドルマウントするときにかませてるサスペンションマウントです。ハンドルからサスペンションマウントに行って、ここにカメラをマウントすると、実際にマウントするとこんな感じです。これがうちの SR です。じゃあ今からブラッと走っていきたいと思います。さあ、ヘルメットマウントでテスト撮影行ってみましょう。このヘルメットが受けている風の音がどのように聞こえているか、あとは自分の吐く息がどんな具合に入っているか、音はきれいに取れているでしょうか。
さっきね同じコースを先にハンドルマウントで一周したんですが、もう夕方なんで、今夕日が出てきてちょっと違った景色に見えるかもしれませんけど、現在午後5時10分頃です。この時間帯の景色は非常に綺麗ですよね。空も綺麗です。綺麗に映ってますかね。空綺麗だな。今日はね午前中子供たちと茅ヶ崎海岸に行ってきたんですけど、天気が良かったんでバイクたくさん走ってましたね。ツーリングしてる人もたくさんいて、ソロで走ってる人もたくさんいて羨ましかったです。お昼のね一番いい時間帯、バイクで走るのに一番いい時間帯は浜辺でね子供たちと砂遊びをしていました。ちょっと日陰になってるんで暗いですけど、どのように映ってますかね。空綺麗ですね。近所をね2周しただけなんですが、ハンドルマウントとヘルメットマウントの映り方どうだったでしょうか。僕はこれからゆっくりと2つの画像を見比べたいと思います。最後は綺麗な空を見ながら、ご視聴ありがとうございました。